じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今回は FA をもうすでにしますと手を挙げた方の中の投手編です、はい、投手といえば、まあ、真っ先に手を挙げたのはソフトバンクの石川投手でした、はい、あとカープの栗投手が、まあ、海外 FA 権ということで海外も視野に入れつつ海外でまあ折り合いつかなければ、まあ、国内戻ってくるっていう可能性も含みつつということでした、はい、いやまずはやっぱりソフトバンクの石川投手ですよね。あ、人気あるよな。大人気です。やっぱりその C ランクっていうところが、いや魅力だよ。あれで C かよみたいな。そうなんですよね。もう AB でもいいよみたいな感じだよね。本当そうなんですよ、ね、A ランクでも取りに行きたいピッチャーだよ。そうなんですね、やっぱボールの質とか、はい、あのパワーカーブとか、はい、なかなかやっぱハマったら打てないよ、うん、でテンポはいいし、はい、ちょっとコントロールがアバウトなところはあるけども、はい、なんか球威でカバーしてるというかね、うん、まあ、そういうピッチャーだけども、まあ魅力はあるな。そうですよね、はい、でこの石川翔太投手にラブコールというか獲得調査を行っているのが、まあ、巨人、ヤクルト、はい、DeNA、ロッテ、オリックス、はい、まあ、今出てきてるだけでこの5球団、もしかすると他にまた出てくる可能性もあります。可能性はあるな、はいはい、まずはやっぱり巨人、はい、巨人はやっぱり菅野投手の穴埋めとしてをどうしても先発が欲しいということで、はい、まあ、あのね、獲得調査ということなんですけれども、金額もかなりすごいんですよね、うん、4年で16億から18億円程度を用意してるんじゃないかというふうに記事が出ました。すごいよな、年俸跳ね上がるね。今1億2000万円なので一気にですね。なあ、はい、何倍だ、3倍ぐらいになるのか。なりますね、3倍、うん、約3倍ちょっとぐらいいきますかね。なあ、はい、そりゃ行くでしょ。そりゃ行くよ。そうか、まあ、巨人は何としても、まあ、人的も金銭もないのかからないので、菅野投手の穴を埋められるっていう魅力ですかね、そこは。まあ、菅野にもっと払ってたからね、巨人は、ね、年俸的にはね、はい、うん、いやだから、まあ、お釣りが来るんだよ。そういう、うん、だから考え方によってはね、はい、まあ、だけど、まあ、安倍監督のやっぱりやりたいことって、うん、やっぱ投手中心にバッテリー中心に守り勝つというね、はい、まあ、そういう野球を展開したいと、うん、まあ、常々言ってるし、まあ、そういうことから言うとやっぱピッチャーを補強する、でましては石川で今シーズンも、まあ、前半ちょっと振るわなかったけども後半立ち直ってね、はい、ずっと勝ち続けたというね、まあ、そういうところもあるし、まあ、日本シリーズでも DeNA 相手に、はい、まあ、好投したし、ね、うん、そうだな、そら取りたいだろうな。そうですよね、多分金額相当提示して、うん、もう何が何でもっていうところなんでしょうけれども、はい、そうなるともし巨人ってなるとエースは、まあ、戸郷投手を軸に、戸郷投手次ぐらいかその次ぐらいな感じになってくるんですか。まあ井上も伸びてきたし、はい、山崎よりもね、はい、まあ、2年連続2桁してるしね、うん、だから、まあ、そういう意味では3番手、うん、4番手ぐらいでこれだけの金額をもらえるといいよな。そうですね、確かにいいよな、はい、でもそれだけ払うんであれば、うん、まあ、菅野の代わりって考えると、うん、やっぱ戸郷の次ぐらいの活躍はしてほしいと思ってるよね、はい、そうですよね。例えばそこの穴を石川修太投手じゃなくてその例えば横川海投手とか赤星投手で埋めるよりかはやっぱり石川修太投手ってハマった方がより強固なものにってもあるんですかね。やっぱ球質っていうかさ、うん、やっぱあの子の球質ってちょっと違うと思うんだよね、うん、指のかかり具合が、はい、ものすごくいいんだよ、パワーがあるというかボールに、うん、であのカーブっても独特だからね、彼しか投げられないようなこうキレというか大きさを持ってるというか、うん、いやだから魅力はすごく感じる俺はね。なるほど、出身は品川、東京の品川、まあ、もう出身言うな出身関係ないが品川だから、でも東京より俺は博多の方が住みやすいと思うよ住みやすい、いや俺は好きだけどね。手挙げちゃったんですよね博多から。いやもうそれはもう帰ってくるのはいいんだよね。そうですかね、それはいいんだ。そっかそっか、でそことさらにもうヤクルトも早い段階でも獲得上手って言ってました。ヤクルトはやっぱりエース級だよね。ーエースとして迎え入れると思う。はい、やっぱ奥川も投げれない、うん、ね、途中でやっぱり離脱をする、はい、まあ、小川にもそろそろそういう力も要求するのもかわいそう、うん、そしたらもう石川お前はもうエースとなってやってくれっていうような、はい、そういうような形にヤクルトに行くとなるかなっていうような感じする。なるほ
うん、まあ、記事によると交渉解禁となる15日以降にもうすぐにでもアタックすると見られているということで、まあ、ヤクルトはチーム防御率が 3.64 リーグワースト、はい、なのでやっぱり投手陣の立て直しが、まあ、去年も今年も、まあ、急務だよな、はい、って言われてた中で、うん、はい、まあ、あのヤフーレとサイスニード投手が足りたからな、はい、っていう意味でもやっぱり先発が今全く足りてない、まあ、足りてないということはやっぱ欲しいですよね。でもいくら出せるかな、小川投手が先輩と創価なの、創価大学、はい、まあ、その先輩後輩の中で来るのか、まあ、ただどうなんですかね、金額的でも、金額的にな、どのぐらい出せるかな、うん、確かに品川近い、品川から神宮近い、ただ品川飯田橋も近い、いや東京ドームよりも近い、え本当ですか、あそっか、いやそれは近いよ、品川区どこだろう、最寄りの駅、まあ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 出てないですけど、あ、まあそういえばお前 DeNA だと近いよ、遠いですよ、立ち合い小学校、立ち合い小学校、いやそれは DeNA だって一本じゃん、はい、まあそうですね、東海道線かなんか乗ったらスーッて行けますけど、そうそう30分で確かにそうですね、まあ、電車には乗らないと思う、まあ、ですよね、ただまあヤクルトはもしかして東多いですね、東多いか、そしたら DeNA の方が近い、 DeNA の方が近いかもですね、あと東多いだともしかすると東京ドームの方が近いか、まあ、分かんないけど、まあそうですね確かに、ただそのマネーゲームってなるとどうしても巨人が有利になってしまう中でヤクルトはどう口説いていくんですかね、まあ、ヤクルトは言えば来年村上がポスティングで行くんでしょ、はい、お金は入ってくるから計算はしてるよね、多分ね、そうですね、だからお金も払えると思うんだよその何ていうの、あのプラスアルファつけるってことですね、いやまあ確かに、うん、オプションつけるかもわからないけどな、そうですね、インセンティブもね、うん、だからまあどういうふうになるかわからないけども、まあ、ヤクルトも行ったら面白いと思う。そうですね。これ開幕投手になる可能性っていうのはありますか？全部巨人一緒ですわ。大体。すごい。時間も一緒。ベイスターズ、巨人、ヤクルト、すべて。同じ時間で言います。ロッテも行けるね。ロッテ遠い遠い。ちょっと遠いか。ちょっと遠いんですよ。あそこはもう急行があるぞ。成田エクスプレスが。確かに。ただまあ電車は使わないんでしょうけど。そうか。ただ今ちょっと。遠回り、まあ40分とか10分長くは。10分長くなるか、あとは車が混むかもしれないんで、いやなんか歩くの遠いから歩くの遠いから関内が一番早い、関内降りたらすぐだから、目の前だから、でも石川城さんどうして電車に乗る過程になってましたね、すいません確かに、そう、そしてその関内に一番ね、スタジアムまで近い DeNA ですけれども、はい、まあ、DeNA も今年補強に力を入れるということで、この石川投手も、まあ、DeNA は怖いぐらいやる気になってんな、すごいですね今、今度はやっぱり日本一を優勝して取ろうっていうような思考に変わってきてるよね、はい、まあ、だからあの今ね、バウアー選手にもう一度ラブコールっていう話も出てる中で、はいはい、石川修太投手もっていうなると、これは先発が結構揃いますね、朗報です、朗報来ました、石川投手の奥さん、うん、大場美奈さんは出身が神奈川県、奥様が神奈川出身、あなた戻りましょうと、神奈川のどこだ、どこなんですかね、江ノ島とかあっち行っちゃうとちょっと遠いですもんね、そこまで乗ってないです、どこだろう、保土ヶ谷とか海老名とか、神奈川も広いですもんね、めちゃくちゃ広いよ、うん、そうなんですね、葉山とかあっちの方も図書も神奈川ですよね、まああっちの方だとまだしもいいよ、まだしもいいただあの大井松田とかあれだったら遠いよ、超厳しいちょっと違うになりますけども、まあ、まあまあまあ、あの一応関連づけるとすると奥様は神奈川出身と、ベイスターズでもね、顔つきからしたら横浜のような顔つきしてるんだよ、どういう顔つきですか、いや、なんかなんとなくこう、こうあのね、はい、たまたまオールスターがエスコンであった時、はい、今年エスコンであったよね、ありました、オールスターはね、はい、あの時、札幌千歳で、うん、周東と石川がいたんだよ、はい、山川ともう一人誰かがいて、うん、で、王周東とか言ってたらその横に石川がいたんだよ、うん、はい、あれ、横浜顔だなって思ったんだよ勝手に横浜顔で、例えばベイスターズで言うと誰なんですか、横浜顔、横浜顔、うん、誰ですか、誰だ、山本雄大とか、そういうの、あずまとか、はあ、ああいうこう、可愛いキャラ、戸柱とか全然違う桑原とか、はいはいはい、ちょっと可愛らしい系、そう、可愛らしい系が横浜の顔なんだ、森とかね、森慶斗選手とか、そうそうそう、だから可愛いのだったら宮崎とかね、プーさん、プーさん、はい、どっか、はい、中学校横須賀らしいです、来ました、情報来ました、中学横須賀、奥さん神奈川、
これでもう崩れてる大丈夫だったんだろうね。ちゃんとグレてなかったんだろうか。なんか俺らの時は横須賀って悪かったんだよ。めちゃくちゃ、まあ、あのちょっとそうですね、歩けない地区もあったわけよ。まあ、そうですね、やんちゃな方々とか、やんちゃな方が多かった、うん、確かに確かに、まあ大丈夫だ、うんうん、もうこの時代は大丈夫でしょう、うん、総合フォートバック、まあ、あんまり個人情報はない、そうですね、言うとあれなのでね、そうかそうか、そうあれらしいです。なるほど、まあ、だから横浜にも本人ご本人も奥様もやっぱ縁とか怒りがあると。あ、だから横須賀だったら、ファームが近いから、ファームも近い、いやいや違う違う違う、え、小さい頃に野球が好きだったら顔出してた可能性もあるよね。もしかしたらもともと横浜ファンかもしれないですね。そうそうそう、うん、戻れますね、そしたら。そうそう、戻れる、まあ可能性はある。それを口説き文句で横須賀戻りますか。横須賀でも関内でしょって言われるかもしれないですよね。まあ港未来に住んでほしいね。そしたらっていう勝手な我々の希望ですね。そうそうそう、港未来いいですからね。そうそうそう、マンションもあって。ただこれ選抜がさらに強固になると。まあそうだな、浜口選手をも中継ぎにっていう来シーズンは言っている中で、はいはいはい、そうなってくると、まあ、東投手がいて、石田投手いて、吉野投手いて、とか石田、まあ、石田はあんまり数に入れない、ね、まだ、まだ、まあ、ジャクソン系がいて、ジャクソン系がいて、はい、ってなると、まあ、大貫がいて、はい、そうですよね、で、バウアー投手も、まあ、口説いてる途中になると、まあね、結構8人ぐらい、まあ、結構揃ってくると思うよ、うん、で石川が入ると相当大きいけどね。そうですよ ね、誰かが中に回ったりになるってことなんです、はい、そうだな。でもここまで本気を出すということはやっぱり来年リーグ優勝、いや もちろん考えてるだろうな、うん、まあ、コーチの配置転換もいろいろしたしな、大掛かりなのしましたからね、はい、これはどうですか、マネーゲームになった場合 DeNA っていうのは負けないと思う、巨人についていきそうな感じですかね。だから評価がやっぱこう石川投手っていう評価があって、うん、評価をどのぐらいしてるかどうかだよね、うん、だから巨人が出す金額ほどしてなかったら、はい、いやもうじゃあもう降りとこっていう可能性もあるし、うん、いやこれはもう絶対取れっていうような命令だったらもう並びで出していく、うん、そうですよね、負けないっていうところで譲れないっていうところ、うん、そうだ、はい、さあそして同一リーグパリーグからはオリックス、ロッテ、まずオリックスです。オリックスな、はい、オリックスはやっぱりこう3連覇からの5位に沈んで、どうしてもその先発陣、宮城投手、曽谷投手、エスピノーザ投手 の7勝が最多勝利で、2桁勝利を挙げた投手が1人もいなかったっていう、まあまあ、でも来年は違うよ、怪我人が戻ってくるだろうし、うん、まあ、来年は今年ほど苦しむことっていうのは多分ないと。そんな中でオリックスはやっぱ石川投手行きたいっていう風に、はいはい、やっぱね先発でも使えるし場合によっては中でも使えるよね、このピッチャーって。あー、やっぱ三振を取れるもん、はい、中に入れた時はその三振を取りに行って三振を取れるという、うん、安心感もあるしね、はい、うん、で、まあ、先発だったらゲームをしっかり作ってくれるっていう安心感を、だから臨機応変に考えてるんじゃないかなって思う、オリックスの方は。ああ、そういうことなんですね、うん、だからまあ巨人、ヤクルト、DeNA っていうのは先発で考えてるかもわからないけど、うん、オリックスっていうのは柔軟に考えてるかもわからない、うん、それを、まあ、石川投手がどういうふうに自分の中で評価というか、評価はお金だからお金、いや、ね、お金だよ、もう絶対そうですよね、それはさ、まあ、ね、うん、4年8億でって言ったら、はい、もう足蹴にされるよね、ポンって、まあ、多分そうでしょうね。いや、他もっと出すからさ、多分ね、出すでしょうね。いや、だから評価はやっぱお金だから、うん、まあ、あとは誠意だよね、どこまで、うん、人との心のつながりがある人がいるかって、まあ、そこら辺かなっていうふうに思う。そうですよね、まあ、オリックスはね、山本由伸投手がメジャーに行って、はい、その穴をちょっと埋められなかったっていう分、故障が多かったからな。そうです、ね、やっぱ3年間優勝し続けて、うん、無理がたたるよ、疲労が来てたんですね。だから、まあ、それはもう今年の場合はしょうがないかなっていうふうには思って見てたけどもね。そうですね、分業制になってどうしてもみんな分業になるとみんなが疲れを伴ってくるからさ、はい、みんなでダメになってくる、一斉にみんなでそうなっちゃいましたからね。まあ来年は上がると思う。あ、またその疲労回復してっていうことなんですね。そうそう、まあ故障箇所も治ってきてね、うん、多分やれると。でこのオリックスだけあのスタッフからの何か縁ある情報が全く来ないので、特にはない、ない、接点はなかった、ね、ちょっとオリックス難しいから、いや分かんない、わざと出す必要がないと思ってもう取れるからみたいなオリックスが出さないかもね、いらんこと言わん方がいいな
それは可能性ある。そうなのか。なるほどな。実はもう取れるうちもうね。もう決まってるかも。山本由伸投手の潤沢な資金があるので。もうあのテレパシーの中では決まってるかも。本当ですか。2023年2月に結婚してるんで。2023年の2月。結婚して浅いんですよ。結婚して浅い。その中の遺跡ってなんかやっぱり近いと思うんですよね。いや俺はね。子供ができたって感じ。いや横須賀に住むんだったら俺は博多に住んだ方がなんとなくこういやいやちょっと待って、横須賀には多分住まない住まないいや住まないけど奥さんは、うん、神奈川いや神奈川は戻りたいという気持ちはあるかもわからないけども、うん、博多を住みやすいと思ったはずだと思う。もう絶対そうだって。いやそうです、本当に博多めちゃくちゃいいとこなんですよ。わかります、食べ物分かるやろ、うん、安いし食べ物おいしいし山口も近いしね。山口も近いし行っても何もないよ山口、うん、あと都会博多は、うん、そう確かにね。ただ手を挙げちゃったんで、まあまあそうね、そう手を挙げてしまった分やっぱりということは他球団に行くのかなっていうのがなっちゃいますよね。まあ、そうだね。さあそして最後ロッテなんですけれども、これ宇田さんロッテはね実はマリンと相性がいいんだよな。そうなんですよ。しかもな、そうやっぱあそこの風でどれだけ曲がるんやっていうぐらい曲がってるし落ちてるし、はい、だから非常にあの癖玉っていうものが有効なボールになるよね。そうですよ、ね、よりね、まあ、本人もそれも分かってるので、うん、ここに来れば勝利というか白星も今より上がっていくんじゃないかっていう、そういうのはピッチャーっていうのは考えますか。まあ、考えるよね、うん、やっぱ自分の成績を出すにはっていうのは考えるけどさ、うん、まあ、だけど俺はなんかオリックスロッテ、うん、そうか、やっぱりセリーグに来るんじゃないかなっていうのは。でも意外とパリーグからパリーグっていう移籍がここのとこ増えてるんだよな、うんうん、ありますよね。行かないんだよねセリーグ、セリーグに。そうなんです、来ないんだよね、うん、いやだからまあパリーグも考えられるけど石川の場合はなんかセリーグに来そうな気はするけどな。これでね、あの去年山崎福也投手でもビクラポンティブになったので、ビクラポンヤクルトかと思っていた。あ、まあ確かに、はい、日本なのでやっぱり熱意、誠意な、誠意監督のっていうのもあるのかなとか、ロッテはねちょっと佐々木朗希投手がもうメジャーっていうことになってやっぱり先発が一つ、ぜひとも取りたいよな。はい、取りたいです。ただやっぱり資金がちょっと難しいないかもな、はい、佐々木朗希は勝てっちゃったのかな。ですよね。なかなか2億9000万円ぐらいかなと球団に入ってくるのは言われてる中で、まあ、年俸で消えるからな。そうですね。ってなるとやっぱり厳しいのかな。ただ相性はいいんですよね球場とのね。って考えると豊さん的に、まあ、もちろんこれ以外の球団も行く可能性ももちろんまだあるんですけど、でも勢い的にはなんか俺 DeNA がさらっていきそうな気がするけどな。横浜が応してるし奥さんね横須賀だし、奥さんが横須賀、そう、そうか、品川だ。あ、本人品川か。子育ては品川がいいんですよ。子育てます。いや横浜がいいって。なんでストップと思うんですね。まあ、石川家が決めるとして、ね、まあ、石川家が決めるとして、まだ子供の教育が早いやろ、まだね、結婚したばっかりだろ。意識するでしょ、まあ、奥様はね、あのどこの学校に入れたいとかどういう環境がいいのかなって。それはもう横浜の、横浜っていうか神奈川県の、うん、そこら辺は入ってるから頭に。女の子だったら双葉だよ。双葉ね、うん、もうフェリスには行かせません。いやいや、そんなこと言わないでください。私フェリスなので。フェリスはなんかぜひ来てください。なんかこう派手なやつが多い。そんなことない、ぜひいいところなので来てください。豊さんはじゃあ DeNA がかっさらっていくんじゃないか。なんかそんな感じがしてならない。私巨人に行くんじゃないかなっていう、まあ、金額的にものっていうことを考えて、うん、まあ、やっぱり C ランクなのでね、ね、是が非でも各球団行きたいですよね、まあ、ということでちょっとね栗投手の話は今回ちょっとオーバーになっちゃいました。時間オーバー。そんなオーバーじゃない。話し切ってもいいけどな。まあ、栗は栗で思い入れがあるんでね。そうですね、はい、栗投手は栗投手で行きましょう。はい。